買い物ゲームは1981年10月4日から1983年3月27日までテレビ東京の日曜正午に放送されたクイズ形式のバラエティ番組である。キャッチフレーズはぴったり当ててがっぽり持ってけ。タレントと一般視聴者が参加して繰り広げる買い物クイズ。ゲストが2チームに分かれベルトコンベアーに乗って現れてくる商品の金額を 次々と当てるコーナー、そしてゲストが買ってきた商品の値段を参加視聴者が当てるコーナーの2コーナーで構成されている。なお、番組は生放送。収録スタジオはテレビ東京本社ではなく新宿駅東口のスタジオアルタであった。ちなみにスタジオアルタの完成後数年間、平日はフジテレビが笑っていいとも。で使用し、日曜日はテレビ東京が この番組も含めた小5枠で使用していた。いずれも日本時間。なお都合で来られない時は、実定、松山正道が大役を務めた。1981年10月4日付の読売新聞ラテランより、ありがとうございます。